はい、ということで、スゴフェスが始まりました。2016年6月30日ですね、スゴフェスが始まったんでやっていきたいと思います。はい。早速、今回のスゴフェスやっていきましょう。キャベンディッシュ、ルフィに、あとはフジトラとかトラファルガーロー。この辺ちょっと欲しいですね。で、あとはこんな感じですね。ほい。はい。今、石が55個あるんで、僕は10プラス1回、こっちで一撃で終わらせていこうかと思います。さあ、何が来るかな。よいしょ。このね、引くタイミングね、なるべく上にキラーンってなったタイミングで僕は引きたいみたいな。おお、来たー。赤来たよー。赤2枚来たよー。赤2枚で終わりか。もう1枚欲しかったけど、まあでもやっぱ10プラス1回って赤引く率高いよね。イデオはダブリですね。誰だー。お前かー。持ってるよー。さーい。うるさーい。2枚来たー。これなんて意味のない。鏡2枚。こんなダブリあるんだな。ちょっとあとはテンションちょっと低めですよね。おー、シークレット来ましたね。サーボー。ない。コビー。サボとコビーを僕はたまに間違えるけどね。はい。そういう感じでちょっと寂しいですね。波は持ってないから、これはちょっと嬉しいけども。はい。ということで、今回引いたやつですね。入手順して。そう、持ってんだよな。持ってんだよな、ルッチさん。ルッチさん。はい、今回僕の引いた鏡2枚は、ルッチさん、CP9、闇の聖域2枚でした。まあでもやっぱ10プラス1回って結構やっぱね、鏡出やすい気がするから、なるべくだったらやっぱ10プラス1回で引いた方がいい感じですね。っていうわけで、まあもっと大きいスゴフェスが来るまで、石をとりあえず貯めまくります。はーい。こんな感じで、ちょっと今回微妙だったんですけど、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。